全体的に下げとるカルダノとかユースとかでも4時間足ぐらいまで戻しとって、あとは冷やしレベルの25の下におるというだけですね。そこが上向いていくと意見が全部4時間冷やし週足ソロオンで多分綺麗に上げていくんじゃないかな。でどっかがこけるまで、まあ多分こけるの早いので当然一番下の4時間だと思いますけど。はい、で2019年7月9日本日の仮想通貨時価総額上位10トークにドル円の相場考察します。順番に仮想通貨の時価総額から見ていくと、なんやねんこれめっちゃやらかしたな、アメリカドル換算の350ビリオンと、その通りビットコインが 10%、 これがリードしとるんでしょうね完全に。ただ SV も 5%、 キャッシュ ABC 3%、 イーサム 3% とそこそこ上げていって、でもやっぱりビットコインが主導で戻しとんじゃないかなって想像しますけど。はい、とそれで日本円換算の時価総額行ってみても、そうですねこれゴボッと上げてきましたね。38兆2545億とビットコインが 10% 上がって、まあ戻しとるというか綱引き相場に蹴り打ったのは想像できるんですけど、他がどうなのかなというのを楽しみにして時価総額1位のビットコインからいきましょう。週足が再び強いですねこれ。120MA 完全に苦労して角度もついとるし、ロウソクも乖離離れて高値も着々と更新して、このあれか2週間前の150ぐらいこの辺りだけですわね。でもロウソクだけ見ればほんと右上がりこんな感じで順調で文句ない状況ですわね。冷やしていくとこちらもなんとかまた軌道に乗ってきて、 120MA 角度変わらず、 20MA がなんとかですねピクリと角度ちょびっとついたかなぐらいですね。乖離も当然離れて高値も更新しとるし、なんとか綱引きに蹴りを打ちましたというところで4時間行くと、もうまさにその通りですね。特にここら辺でしょうね。昨日の4時ぐらい、夕方の。どっちつかずの本当4時間足20名をなんとかうまく蹴りつけてて、これぐらいの帰りじゃまたあれですよね。こんな感じやらかすかなって想像したんですけど、さらにこの2段階、日付変わって朝方の4時ぐらい、ここら辺でもまたやらかしてて、ああ、これでも安全圏内いただろうなって。当然のごとく20名も角度ついて、日足も変わり離れて、公然あれですよね、ロングポジションしておいては安全圏内でおめでとうございますというところで、何のネタで買われたか全くわからんですけど。はい、次は、イーサ。週足25名、7名角度変わらずに、ロウソク的にもあれですね、めちゃめちゃ高値更新しとるわけじゃなくて、ただじりじりとなんとか上昇してるところで、目立った動きはないけど堅実ってとこですね。日足いくとこちらなんとかあれですね、25目角度変わらず、7目も角度ついてきて、ロウソクがここ2、3日で帰り離れて高値も更新しつつ順調ですね。なんとかこちらもやっぱ綱引きを蹴りつけて安全圏内に近づいてきましたと。4時間行くとこちらも完全そうですね、25目角度ついて 7mm いい角度、99MA のロウソク上に行って、特にもうここ1日2日ずーっと綺麗に右上上げとるのが 7MA の曲線でも分かる通り、ちょっと一安心できる頃でしょうね、ポジションロングをしとる人は。はい、ということで次はリップ。週足25MA な角度変わらず 7MA が水平、その下になんとかロウソクが耐えてますけど、乖離が少しあれか 25MA よりは広がってきたってことですか。それもそのあぜ前日で 2% 強ほど上昇してるからですね。冷やしいくと、ただこちらまだまだで、25MA水平も7MA の上にロウソクがおるだけで、まだまだ 25m の帰り離れて、当然この足目線は下ですと。4時間行くとこちらはなんとか逆に蹴りついてきたので、 25m 角度ついて 7MA 順調に右上上げて 99m の帰りはありますけど、日足だけですか。4時間まではなんとか勢いついてきたとこですか。はい、と次はライトコイン。週足25目角度変わらず 7MA が水平気味、なんとかロウソクがそこら辺ぐらいまで戻してきたとこですか。久しぶりにこれで前日比で上昇の 3% ぐらいと。日足いくと、だがまだまだで25目右下、ようやく 7MA の上にロウソク来ただけで、まだまだあれですよね、25目の下におるのは間違いないんで、目線はやはり下ですと。4時間行くとこちらはなんとか蹴りつけたんだ、25目角度ついて 7MA もいい角度、ロウソクもその上に浮いて、ね、99MA の帰り詰まって、4時間足レベルでは戻してきたところですね。リップルレベルでも戻しとるんだから。はい、ということで次はキャッシュ ABC。 週足25目角度変わらず 7MA 水平、ロウソクがその下にいるもなんとかあれですか、触りかけるぐらいまで戻してきたんだ。これで前日比が 3% 強ぐらい上昇で、冷やしていくと25目緩やかな右上もロウソクがその下、だが 7MA の上には来て緩やかに戻しつつとこすか。この25名抜けが欲しいですね、自分なら。4時間行くとここはなんとか目処ついてきて、25名が少し角度ついて 7MA は上向きになりましたと。ロウソクも当然その上にいて、
99メートルの返り縮まって、4時間足レベルでやはりあれですね、全体的に仮想通貨上位戻してきたとこですね。はい、で次はイオス。週足25目角度変わらないも、7目の右下が嫌ですね。ロウソクもその下にいて、返りがどっちに詰まるっていうこともなく、ほんとチューブラリン状態で、これで前日比が 1% も上昇していませんと。なかなかまだまだあれですか、イオスは。日足行くとその通りで、25目右下、7目と99目がほぼ同じ直線上で、その上にロウソクがいて、ということは当然25メートルの乖離がロウソク離れていて、下目線だけど乖離幅がまだまだありますわね、他のトークに比べて。それはそのはずで、前日比で何パーも上げとるわけじゃないですから。で4時間行くと25目が上向いて、7目右上、その少し上にロウソクがいて、4時間足レベルではなんとかあれですか、戻したとこですね。ただ上げ幅が弱いんで、足をどうのこうの変えるまでは行っていませんというとこで。はい、次はバイナンス。週足25目角度変わらず、7目が少しあれですか、右上ぐらいになってきたんだ。その直線上にロウソクいて強いな、これ。下抜けんのだ。角度は緩くなっても。こっからまた打っちゃってるかどうかですかね。イオスですらもう右下向いとんのに。日足行くと。ただこの目線下なのは25目が水平気味、その下にロウソクいて、一応は7目は右上向きかけていますけど、ここを抜けんことにやっぱあれですよね、全部の足が綺麗に揃っていかんでしょうね。4時間行くと、ここは上向きになったのが、25目水平も7目右上向いて、一応はロウソク上にいますと。ただ綺麗に上げていってるわけじゃないんで、やはりあれですよね、日足レベル戻すまではあれだな、全部の足が揃うわけじゃないから、綺麗に上げていくっていうところはなかなか難しいですわね。もちろんカーンってくる可能性はありますけど。はい、次は SV。 週足30目角度変わらず、7目も角度変わらないも、ロウソクはどうでしょう、半分ぐらい真ん中に来て、ただ角度は変えてないんで、ここで相場環境どうのではないですけど、まあ1回目のポジションを切ってもいい方かなとこそね。日足行くと、こちらはまだまだ下なのが30目水平、7目が緩やかに右上に上げてきて、一応ロウソクが30目に触りそうかどうかまで戻したとこですか。ここの抜けが欲しいですね。これで前日比が 6% 弱ほど上昇して、もう一歩ここでやっぱ抜けんとな、25だと抜け取るかなってぐらいですけど。4時間行くと、ここがあれか、本日の朝9時えらいの長つけてこれで上げていったんだ。もう数日続いたこの 7MA30MA ロウソクの直線上のこのじれったいレンジ相場をなんとか一発で蹴りつけたところですね。どのトークンがっていうより全体的に上げていったもんで蹴りつけていったんでしょうね。特にビットコインに関して大幅な上昇なんで、それに釣られたんじゃないかなって、資金調達のリードじゃないけど想像していますけど。はい、次はテザ。珍しいな、えらい買い離れたのが今日の朝4時40分、ここですごい買い離れてますわね。朝方上がってったのがあった通り、そこら辺を連動して、多分あれだな、誤差じゃないけど動きの荒いとこが出たもんで、どうしてもステーブルコインで出てると、こういう買い幅になったんじゃないかなと想像してますけど、テザの相場的にはそれぐらいに、やはりあれですよね、ビットフェニックスとのあの資金面の調達したのとかの不透明さと、そこら辺を指摘されてると、まあまあ相も変わらずですけど、どっちにしろ不透明だろうが、まあ、黒いだろうが黒いんですけど、一応は LEO とかだって資金調達して集めて返済しとるし、時価総額だってこうやって一応10位内におるし、ビットフェニックスだって潰れずにやっとるし、生き残っとるし、いいんじゃねえかという結論なんですかね。憎まれっこ世にはばかるじゃないけど、あれはあれでもあれだな、そういう行動力とか資金調達能力を素直にすごいと思いますよ。いや本当生き延びとるというか、存在しとるんですから、あの茶化しとるとかじゃなくて、相場的には特に言うことないんで、そんな感じで追従しましたということで。はい、次は体の週足25目角度からも7目嫌ですね。やや右下向きかけて、ロウソクその下で、ちょうど25メートルの真ん中ぐらいですもんね。あのイオスに類随するようなところで、カルダノに関しては前日比をマイナスに下げている 2% 弱と、これで時価総額10位で下げとるのがバイナンスとカルダノですもんね。日足いくと、これもうこの目線なんか全然なのが、25目右下向いて、さらにはロウソク99目の下に下ろし、やっと現在時間で7目を抜けかけたところですもんね。そうだな、週足レベルでやっぱ7目右下向いとるのはさすがに辛いわな、相場がそれは一心ですわねってとこで。4時間いくと、こちらがなんとか抜けたんですね。25目がピクリと上向きになって、7目水平も一応25目の上におるから、なんとかあれですわね。ただものすごい上昇じゃないで、完璧な相場環境を変えるほどじゃなくて、特に上位足との意見の一致がないから、じれったくて関わりたくない相場なんですけどね。はい、ということで最後はドル円。例によって昨日の同じ時間から追っかけていきますと、短期が下向いたところをロウソク移動しながら、アジア相場移動しつつ、ロンドン入って、こんなあたりに短期抜いてって角度変えてたんですか。
108円4000前後ぐらい、そこら辺の6時とか昨日の夜の上昇しつつ、今回はあれか、順調に行くんですね。ニューヨーク入る前でもそんな動き見せんのだ。ニューヨーク入ってもあれか、すぐには叩かれんの強いな今回は。ただ朝方相場変わるぐらいのアジアとかぐらいで短期に触りかけて、それでも108円7000円ぐらいまで行ったんですね。ただ角度変えることなく1回触っただけでまた反発して、朝方10時頃108円8000円ぐらいまで行くも、現在時間は叩かれるまではいかんけど短期に触った108円7000円です。角度をめちゃくちゃ変えるとこまではまだあれですよね、行ってないから。中期との乖離も離れてますし、で日足行くとこちら見えてきましたね。短期完全角度ついてロウソク乖離離れて、中期 50MA の乖離も縮まってきて、どうでしょう、いい週足を想像したいんですけど、とって週足行くと触りましたねの、中期は角度変わらんけど短期の 10MA にロウソクが触って、どうでしょう、これ一気にカンカンってくる可能性高いと思うんですかね。いやもちろん目線はまだ下げなんですけど、この触ったっていうところでこれがどうしても泣きつくんですね。ここら辺の一気に角度変わるのが、こういうのが触りかけたカーンっていくのが、黒と白がなんかこれはっきりしてますもんね。週足見とると、ここなんかずーっと下げとって、まあ、白い週も少しありますけど、と思いきやいきなり角度変えて白くガーッと上げたと思ったら黒でまた引っかかるっていう、ここもそうですわね、正月なんかの、ああもうやめてくれやめてくれってなったら白がカンカンって続いて一気に上げてたと思ったら、まあ数ヶ月も経たうちに終わっちゃったっていう、そこら辺を想像しとるんですけど、まあ、過去の傾向を完全になぞったので、これは勘のしかないから、信用する信用しないは人それぞれで、もちろんこのまままた叩かれるという可能性もありますけどね。はい、ということでそれで本日は前日比で 10% 11% 上昇しているビットコインに戻しましたけど、なんとかあれですね、この 20MA4 時間足のこのじれったい相場をなんとか蹴りつけましたね。何日も続いて SV もそうですもんね、ずっと続いてどっち行くんやというところで、週足の25とか30は上向いとんだけど、7とかが微妙な状態になって、これ日足換算の4時間足見てますけど、120mm 帰り近づいてきて、ほっとめんどくせえ相場なんだなーっていうところ、なんとか戻して、昨日はイーサも蹴りつけてって、だんだんなんとか戻してきてましたね。ただイオスとかカルザノとかリップルとかそのあたりがちょっとあれですね、伸びきれんというか怪しいというか、バイナンスもあとは週足7触りかけて角度弱まってもどうなっていくとかってことですよね。全体的に下げとるカルダノとかイオスとかでも4時間足ぐらいまで戻しとって、あとは日足レベルの25の下に降るというだけですね。そこが上向いていくと意見が全部4時間日足週足揃うんで、多分綺麗に上げていくんじゃないかな。どっかがこけるまで、まあ多分こけるの早いので当然一番下の4時間だと思いますけど、何が原因で上げていたのか全く分かりませんよね。ただもう素直に週足25、30にロウソク触るぐらいまでが長期的なロングトレンド、そこら辺のとこだけ相場ロングを取っていきましょうということですよね。意見の相違がないとこ、4時間冷やし週足がなんか上か下かぐちゃぐちゃになっとるとこが無視してという感じで、やっぱ前回の高値は勘で確実に超えていくと思うんですけど、憶測の範囲ですけど、具体例を示すようなデータは全くないですけど、単なる勘というところで、はい、ということでそんな感じ。以上、2019年7月9日本日の仮想通貨時価総額の上位10トークにドル円の相場考察でした。そんな感じ、ポリー。